どんぐりと山猫、宮沢賢治。おかしなハガキがある土曜日の夕方、一郎のうちに来ました。金田一郎様、9月19日、あなたはご機嫌よろしい方で結構です。明日面倒な裁判しますからおいでんなさい。飛び道具持たないでください。山猫はい。こんなのです。字はまるで下手で、墨もガサガサして指につくくらいでしたけれども、一郎は嬉しくて嬉しくてたまりませんでした。はがきをそっとカバンにしまって、うちじゅう飛んだり跳ねたりしました。寝床に潜ってからも、山猫のにゃーとした顔や、その面倒だという裁判の景色などを考えて、遅くまで眠りませんでした。けれども、一郎が目を覚ました時は、もうすっかり明るくなっていました。表に出てみると、周りの山はたった今できたばかりのように、うるうる盛り上がって、真っ青な空の下に並んでいました。一郎は急いでご飯を食べて、一人谷川に沿った小道を上の方へ登っていきました。透き通った風がザーッと吹くと、栗の木はバラバラと実を落としました。一郎は栗の木を見上げて、栗の木、栗の木、山猫がここを通らなかったかい？と聞きました。栗の木はちょっと静かになって、山猫なら今朝早く馬車で東の方へ飛んでいきましたよ、と答えました。東なら僕の行く方だね。おかしいな。とにかくもっと行ってみよう。栗の木、ありがとう。栗の木は黙ってまた実をバラバラと落としました。一郎が少し行きますと、そこはもう笛吹きの滝でした。笛吹きの滝というのは、真っ白な岩の崖の中ほどに小さな穴が開いていて、そこから水が笛のようになって飛び出し、すぐ滝になって、ゴーゴー谷に落ちているのを言うのでした。一郎は滝に向いて叫びました。おいおい、笛吹き、山猫がここを通らなかったかい？滝がピーピー答えました。山猫はさっき馬車で西の方へ飛んでいきましたよ。おかしいな。西なら僕のうちの方だ。けれども、まあもう少し行ってみよう。笛吹き、ありがとう。滝はまた元のように笛を吹き続けました。一郎がまた少し行きますと、一本のブナの木の下に、たくさんの白いキノコが、どってこどってこどってこと、変な楽隊をやっていました。一郎は体をかがめて、おいキノコ、山猫がここを通らなかったかい？と聞きました。するとキノコは、山猫なら今朝早く馬車で南の方へ飛んでいきましたよ。と答えました。一郎は首をひねりました。南ならあっちの山の中だ。おかしいな。まあもう少し行ってみよう。キノコ、ありがとう。キノコはみんな忙しそうに、どってこどってこと、あの変な楽隊を続けました。一郎はまた少し行きました。すると、一本のクルミの木の梢を、リスがぴょんと飛んでいました。一郎はすぐ手招きしてそれを止めて、おいリス、山猫がここを通らなかったかい？と尋ねました。するとリスは、木の上から額に手をかざして、一郎を見ながら答えました。山猫なら、今朝まだ暗いうちに、馬車で南の方へ飛んで行きましたよ。南へ行ったなんて、二とこでそんなことを言うのはおかしいな。けれども、
まあもう少し行ってみよう。リス、ありがとう。リスはもういませんでした。ただクルミの一番上の枝が揺れ、隣のブナの葉がちらっと光っただけでした。一郎が少し行きましたら、谷川に沿った道はもう細くなって消えてしまいました。そして谷川の南の真っ黒な茅の木の森の方へ、新しい小さな道がついていました。一郎はその道を登って行きました。茅の枝は真っ黒に重なり合って、青空は一切れも見えず、道は大変急な坂になりました。一郎が顔を真っ赤にして汗をポトポト落としながらその坂を登りますと、にわかにパッと明るくなって目がチクッとしました。そこは美しい金色の草地で、草は風にざわざわなり、周りは立派なオリーブ色のカヤの木の森で囲まれてありました。その草地の真ん中に、背の低いおかしな形の男が膝を曲げて手に皮むちを持って、黙ってこっちを見ていたのです。一郎はだんだんそばへ行ってびっくりして立ち止まってしまいました。その男は固めで、見えない方の目は白くビクビク動き、上着のような斑点のようなものを着て、第一足がひどく曲がってヤギのよう。ことにその足先ときたら、ご飯を盛るヘラの形だったのです。一郎は気味が悪かったのですが、なるべく落ち着いて尋ねました。あなたは山猫を知りませんか？すると男は横目で一郎の顔を見て、口を曲げてニヤッと笑って言いました。山猫様は今すぐにここに戻っておでやるよ。お前は一郎さんだな？一郎はぎょっとして一足後ろに下がって。え、僕一郎です。けれどもどうしてそれを知ってますか？と言いました。するとその期待な男はいよいよニヤニヤしてしまいました。そんなら、はがき見だべ。見ました。それで来たんです。あの文章は随分下手だべ。と、男は下を向いて悲しそうに言いました。一郎は気の毒になって、さあ、なかなか文章がうまいようでしたよ。と言いますと、男は喜んで息をハーハーして、耳のあたりまで真っ赤になり、着物の襟を広げて風を体に入れながら、あの字もなかなかうまいか。と聞きました。一郎は思わず笑い出しながら返事しました。うまいですね。五年生だってあのくらいには書けないでしょう。すると男は急にまた嫌な顔をしました。五年生っていうのは尋常五年生だべ。その声があんまり力なく哀れに聞こえましたので、一郎は慌てて言いました。いいえ、大学校の5年生ですよ。すると男はまた喜んで、まるで顔中口のようにして、にた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 笑って叫びました。あのはがきはわしが書いたのだよ。一郎はおかしいのをこらえて、全体あなたは何ですか？と尋ねますと、男は急に真面目になって、わしは山猫様の馬車別当だよ。と言いました。その時風がどーっと吹いてきて、草は一面波立ち、別当は急に丁寧なお辞儀をしました。一郎はおかしいと思って振り返ってみますと、そこに山猫が黄色な陣羽織のようなものを着て、緑色の目をまん丸にして立っていました。やっぱり山猫の耳は立って尖っているな、と
一郎が思いましたら、山猫はぴょこっとお辞儀をしました。一郎も丁寧に挨拶しました。いや、こんにちは。昨日はハガキをありがとう。山猫はひげをピンと突っ張って腹を突き出して言いました。こんにちは。よくいらっしゃいました。実は一昨日から面倒な争いが起こって、ちょっと裁判に困りましたので、あなたのお考えを伺いたいと思いましたのです。まあ、ゆっくりお休みください。じきどんぐりどもが参りましょう。どうも毎年この裁判で苦しみます。山猫は懐から巻きタバコの箱を出して自分が一本加え、いかがですかと一郎に出しました。一郎はびっくりして、いいえと言いましたら、山猫は大ように笑って、うんうん、まだお若いからと言いながら、マッチをシュッと吸って、わざと顔をしかめて青い煙をふーっと吐きました。山猫の馬車別当は気をつけの姿勢でシャンと立っていましたが、いかにもタバコの欲しいのを無理にこらえているらしく、涙をボロボロこぼしました。その時、一郎は足元でパチパチ潮のはぜるような音を聞きました。びっくりしてかがんでみますと、草の中にあっちにもこっちにも金色の丸いものがピカピカ光っているのでした。よーく見ると、みんなそれは赤いズボンを履いたどんぐりで、もうその数ときたら300でも効かないようでした。わー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 、みんな何か言っているのです。ああ、来たな。蟻のようにやってくる。おい、さあ、早くベルを鳴らせ。今日はそこが日当たりがいいから、そこのとこの草を刈れ。山猫は巻きタバコを投げ捨てて、大急ぎで馬車別当に言いつけました。馬車別当も大変慌てて、腰から大きな釜を取り出して、ザックザックと山猫の前のとこの草を刈りました。そこへ四方の草の中から、どんぐりどもがギラギラ光って飛び出して、わー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 言いました。馬車別当が今度は鈴をガラン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 と振りました。音は茅の森にガラン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 と響き、金のどんぐりどもは少し静かになりました。見ると山猫はもういつか黒い長いシュスの服を着て、もったいらしくどんぐりどもの前に座っていました。まるで奈良の大仏様に参詣するみんなの絵のようだと一郎は思いました。別当が今度は皮むちを二三遍ヒューパチヒューパチと鳴らしました。空が青く澄み渡り、どんぐりはピカピカして実に綺麗でした。裁判ももう今日で3日目だぞ。いい加減に仲直りをしたらどうだ。山猫が少し心配そうに、それでも無理に威張って言いますと、どんぐりどもは口々に叫びました。いえいえ、ダメです。なんと言ったって頭の尖っているのが一番偉いんです。そして私が一番尖っています。いえ違います、丸いのが偉いのです。一番丸いのは私です。大きなことだよ。大きなのが一番偉いんだよ。私が一番大きいから私が偉いんだよ。そうでないよ。私の方がよほど大きいと昨日もハンジさんがおっしゃったじゃないか。ダメだい、そんなこと。背の高いのだよ。背の高いことなんだよ。おしっこの偉い人だよ。おしっこをして決めるんだよ。もうみんなガヤ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 言って、何がなんだかまるで蜂の巣をつっついたようで、わけがわからなくなりました。
そこで山猫が叫びました。やかましい、ここをなんと心得る。静まれ静まれ。別当が鞭をヒュッパチッと鳴らしましたので、どんぐりどもはやっと静まりました。山猫はピンとひげをひねって言いました。裁判ももう今日で3日目だぞ。いい加減に仲直りしたらどうだ。すると、もうどんぐりどもが口々に言いました。いいえいいえ、ダメです。なんと言ったって頭の尖っているのが一番偉いのです。いいえ違います、丸いのが偉いのです。そうでないよ、大きなことだよ。ガヤ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 、もう何が何だかわからなくなりました。山猫が叫びました。黙れやかましい、ここをなんと心得る。静まれ静まれ。別当が鞭をヒューパチッと鳴らしました。山猫がひげをピンとひねって言いました。裁判ももう今日で3日目だぞ。いい加減に仲直りをしたらどうだ。いいえいいえ、ダメです。頭の尖ったものが。ガヤ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 、山猫が叫びました。やかましい、ここをなんと心得る。静まれ静まれ。別当が鞭をヒューパチと鳴らし、どんぐりはみんな静かになりました。山猫が一郎にそっと申しました。この通りです、どうしたらいいでしょう。一郎は笑って答えました。そんなら、こう言い渡したらいいでしょう。この中で一番バカで、めちゃくちゃで、まるでなっていないようなのが一番偉いとね。僕、お説教で聞いたんです。山猫はなるほどというふうにうなずいて、それからいかにも気取って、シュスの着物の襟を開いて、黄色の陣羽織をちょっと出して、どんぐりどもに申し渡しました。よろしい、静かにしろ。申し渡しだ。この中で一番偉くなくて、バカでめちゃくちゃで、点でなっていなくて、頭の潰れたようなやつが一番偉いのだ。どんぐりはシーンとしてしまいました。それはそれはシーンとして固まってしまいました。そこで山猫は黒いシュスの服を脱いで、額の汗を拭いながら一郎の手を取りました。別当も大喜びで、五六辺鞭をヒューパチヒューパチヒューヒューパチと鳴らしました。山猫が言いました。どうもありがとうございました。これほどのひどい裁判をまるで一分半で片付けてくださいました。どうかこれから私の裁判所の名誉判事になってください。これからもハガキが言ったらどうか来てくださいませんか。その度にお礼はいたします。承知しました。お礼なんかいりませんよ。いいえ、お礼はどうか取ってください。私の人格に関わりますから。そしてこれからはハガキに兼ねた一郎殿と書いて、こちらを裁判所としますが、ようございますか。一郎が、ええ、構いませんと申しますと、山猫はまだ何か言いたそうに、しばらくひげをひねって目をパチパチさせていましたが、とうとう決心したらしく言い出しました。それからはがきの文句ですが、これからは用事これありにつき、明日出頭すべしと書いてどうでしょう。一郎は笑って言いました。さあ、なんだか変ですね。そいつだけはやめた方がいいでしょう。山猫はどうも言いようがまずかった、いかにも残念だというふうに、しばらくひげをひねったまま下を向いていましたが、やっと諦めて言いました。それでは文句は今までの通りにしましょう。そこで今日のお礼ですが、あなたは金のどんぐり一升と塩酒の頭と、どちらをお好きですか。金のどんぐりが好きです。山猫は鮭の頭でなくてまあよかったというように、口早に馬車別当に言いました。
どんぐりを一升、早く持ってこい。一升に足りなかったら、メッキのどんぐりも混ぜてこい。早く。別当は、さっきのどんぐりをマスに入れて、測って叫びました。ちょうど一升あります。山猫の陣羽織が、風にバタバタ鳴りました。そこで山猫は大きく伸び上がって、目をつぶって、半分あくびをしながら言いました。よし、早く馬車の支度をしろ。白い大きなキノコでこしらえた馬車が引っ張り出されました。そしてなんだかネズミ色のおかしな形の馬がついています。さあ、お家へお送りいたしましょう。山猫が言いました。二人は馬車に乗り、別当はどんぐりのマスを馬車の中に入れました。ヒューパチ。馬車は草地を離れました。木や藪が煙のようにぐらぐら揺れました。一郎は金のどんぐりを見、山猫はとぼけた顔つきで遠くを見ていました。馬車が進むに従って、どんぐりはだんだん光が薄くなって、まもなく馬車が止まった時は、当たり前の茶色のどんぐりに変わっていました。そして、山猫の黄色な陣羽織も、別当も、キノコの馬車も、一度に見えなくなって、一郎は自分の家の前に、どんぐりを入れたマスを持って立っていました。それからあと、山猫はいというはがきは、もう来ませんでした。やっぱり、出頭すべしと書いてもいい、と言えばよかったと、一郎は時々思うのです。一郎、どんぐり、中島よしき。山猫、その他、斉藤相馬。ナレーション、石川海斗。